さ、ただいま、どうも MC のケーキアルチャーです。いや、早速やっていきたいと思います。なんとですね、ちょっとちょっとカメラの画角が変わってると思うんですけど、ちょっと脚立みたいなものを買いまして、自撮り棒にもなるやつ、はい、それでちょっと試し撮りしてるんで、今日はこの角度、嫌だったらコメント欄ください。いきます。ビートはこちら、リクエスト待ってます。最初はグー、じゃんけんチョキ、先行 MC のケーキ兄ちゃん、ここあなたは小説4本いきます。レディーほい。やあやあ、まあまあ、まずは楽しむとこから。あんたじゃ無理なこの乗せ方、いやどうせやるお前の真似なら俺のが言葉直接噛む真似真似。いやお前と違うぜこの脳のバネ、だけどもまずお前とは違う味、価値見せるためお前に勝ってこの場所価値を示すぜ。 Yeah、いやどっからどう見てもお前は肯定性攻撃性、何も足りないからこの場所攻撃。いや意味ねえよ俺この場所、マイクロフォンにイミテーションつけてさ、この場所まるでイルミネーション、見たくお前の血潮が飛び散る、お前のこと超魅了する潮と砂糖、だけどもお前を悟す俺は釈迦を見てるよ。ギョシャカ、俺は頭なかならバカなままこの場所からファイトするだけだな。いつかのあいつはダウナゲにハマってこの場所消えてた。いや俺は俺、マイクを持つだけ移動するのヒップホップこれにしか限らん。いや見限る誰かが、だけどもヒップホップ勝利の女神よね、取りに来たぜ。一切ないパンチライン、あんたがバカみたい見たいとか言ってる割には期待もして、敵対とかすだけどこのマイクフォンでお前の耳に唾飛ばす。いやこのバスならあんたはこの上だけ俺のが生かしたラップセンスで見せる。いやあんたは消えゆくさがお待ちどうさま、俺さまここに立ったぜ。じゃあ聞きます。先行 MC の経験兄者、僕あなた、少々あなた、なんかこう座れるからいいっすよね。はい、ちょっと今日はあと1本やってちょっと終わりたいと思います。理由は昨日の旅行ではないですけど、ちょっとまあ実習がありまして、それの疲れが全く言えてないということで、はい、出ます。これもう昨日もう服装なんてね、別に昨日と丸かぶりなんですけど買わないです。もうバッグだけ買ってたいっす。一応画面の奥のマメルペガアピースやリクエスト待ってます。あざす。